腹出てる、出てきた。今出てるんですね。斉藤さんにすぐバレるんで。そうだね。本当に太った。はい、私が2005年頃ですかね。2005年に勤めていたお店が南青山にありまして、で斉藤さんの事務所も南青山なんですけども、私が仕事をしているお店に、まあ、定期的に、まあ、コーヒーを飲みに来ていただいてたんですけども、なんか初めて、まあ、お見かけした時になんかすげえかっこいい人が来たみたいな。で、まあ、その時に、まあ、なんかかっこいい人みたいな付箋を貼っといたんですね、私の中で。でお店の当時私がその働いてたお店のマネージャーに聞いたら、斉藤さんはチューブというブランドをやってて、これこれこういう方なんだよ、業界ではこういうふうに、言われてる方なんだよって言われて、めちゃくちゃ斉藤さんがお見えになるのをこう待ちわびてたみたいな感じですかね、当時は。これはね、あれなんですよ、開店のお祝いで斉藤さんがベストは、まあ、毎年、まあ、10月11月に、1本こう作ってもらってる仕立ててるんですけども、まあ、そのきっかけは、ワールドコーヒーイングッドスピリッツという世界大会に出場する際に、斉藤さんが最初にまず作ってくれたんですね、うん、でこれが去年のフィフティーズね。え、あ、彼がそうベストを、まあ、仕事をしてる時になんかたまたま、まあ、あんまりかっこよくないベストを着てたんですあのそれをもうちょっといいベストを着たらっていうことで、たまたまそれがもうすぐ大会なんだ、あ、そう、じゃあベスト作るよっていうようなことで始まって、こんなにいっぱいベストを作ってるのは知らなかったあえてちょっと厚いやつと薄いやつを、うん、重ねて混ぜるとどうなんだろう。いつもこう、まあ、想像期待をはるかに上超えてくるんで、やっぱそれがすごいなと思うんですよね。バチコーンくるんで、まあ、恐れ入りましたみたいな感じですかね、いつも。斉藤さんはもう本当に、まあ、師匠、心の師匠というか、もちろん業種業界は違うんですけれども、やっぱり斉藤さんの存在ものすごく大きくて、人間として人として、どうあるべきかっていうのを、別にこう斉藤さんが自ら言葉でこうした方がいいんだよ、こうしなさいってこう教えてくださったわけではないんですけれども、斉藤さんのいろんなお話を聞いていく中で自然と学ばせていただいたことが多いので、まあ、本当にあの今の私があるのは斉藤久夫さんのおかげといっても過言ではないです。うん、多分ね、僕はケチなんだと思うんです。やっぱり 流行みたいなものはすごくいつも気にはしてるんですけど、個人的にはあの割と同じものをずっと着てる保守的な人なんですね。多分やっぱり自分が自信を持てるようなスタイルを自分で作っていくっていうのが、まあ、僕の好きな形なんで、そんな風になって彼自身もそういう風になっていてくれてすごく嬉しいですね。あのぜひともあのお店一軒で、ゆったりやるのもいいんだけど、なんか違うことができそうな気がする彼は。
そういう才能を持ってるんじゃないかな、あの人にも好かれるし、だからあと10年ぐらいしたらなんか違う仕事もやっててほしいですね。そんな気がします。